小瀬広之、小瀬広之、小瀬広之、1985年9月2日から2010年2月5日は、大阪府大東市出身のプロ野球選手、外野手、右投げ左だ。ボーイズリーグの河野池オーシャンに所属して、コーチに見出され、全国大会の出場はなかったが最終学年時には、大会打率が5割を超える活躍を見せた。 人生学園高等学校では2年次に第74回選抜高等学校野球大会に出場し、準々決勝で宮本県を擁する関西高校に敗れたが8、今日入りに貢献した。関西学生野球連盟所属の近畿大学に、進学後は1年次から、ベンチ入りし2年次には、第34回日米大学野球選手権、大会日本代表に、3年次には、 第35回日米大学野球選手権大会日本代表に選出された。リーグ戦通算72試合出場297打数104安打打率351本塁打17打点。4年時の周期リーグで最優秀選手に選ばれ、首位打者を2回、ベストナインを3回受賞した。大学1年の冬に一番の応援者であった母を亡くし、 そのショックから一時は野球を止めようとすら考えていたが、近代野球部の榎本保監督に説得され、プロに入って立派な墓を建ててあげたいですと決意した。の大学生、社会人ドラフトでオリックスバファローズから三巡目、指名を受けて入団、スカウトに転身した藤谷総が初めて担当した選手であった。 ウエスタンリーグで3割以上の打率を残し、7月15日に初めて一軍に昇格する。同日の対ロッテ戦において、スタメンで初出場し、プロ初打席で小林博之から初安打となる、有撃なヤ安打を放ち、すかさず初盗塁を記録し、翌日には初打点を挙げた。7月19日の対日本ハム戦で、多電や数人から、 満塁走者一層の適時にルイダを放って勝利に貢献し、試合後に勝利投手だった山本翔吾と共にプロ入り初のお立ち台に上がった。以後、主に9番左翼手として1軍に定着し、8月5日の対ソフトバンク戦で久米祐樹からプロ入り初本塁打を放ち、8月27日の対ソフトバンク戦ではマハラ・タカヒロから決勝、水イズを決めた。 一時は3割前後を維持していた打率は9月中旬を境に落としていったが、9月29日の対西武戦では延長10回表に大沼浩二からまたも決勝スクイズを決め、この試合の勝利でチームは9年ぶりに A クラス入りを果たした。その後、日本ハムとのクライマックスシリーズでは第1戦で8番左翼手として出場し、チームは 敗れるも、ダルビッシュ有からチームで唯一猛打賞を記録。翌、第二戦は、相手先発が、左腕の藤井修吾だったためスタメンから外れるも、最終回に、代打で出場し、マイケル中村から支球を選んだ。最終的に58試合に出場して打率26。262、出塁率。342、チーム3位の7盗塁を記録する、と、 持ち味の瞬速コーダを生かして、まずまずの成績を残した。オフには2年間交際していた一般の女性と入籍した。1月には、スカイマークスタジアムで一郎と共に合同自主トレを行った。シーズン序盤は、大村直行の加入とタフィローズの外野守備復帰により、出場機会が少なく、また自身も打撃不振に陥り、 打率も1割台前半に止まった。しかし、6月に、準レキュラーを獲得すると6月は、275、7月は、317、8月は、362、9月は、417、と、シーズン後半になるにつれて一気に打率を上げていき、7月16日の、対ロッテ戦では、渡辺俊介から、逆転決勝打となる、プロイル発の三塁打を打った。 規定打席未到達ながら打率303チーム4位の7盗塁をマークした公式戦における現役最終出場は10月9日の大楽天戦で2番左翼手で先発出場し第3打席で藤原博史通りから安打を放ったが最終打席となった8回の第4打席は同じく藤原に対し見逃し三振に倒れたオフには フェニックスリーグに派遣され、また前年に入籍していた妻と結婚式を挙げていた。ところが2月5日、小瀬は春季キャンプで滞在していた沖縄県宮古島市のホテルで10階の自室から2階部分屋上に転落し、しているところを発見された。警察は自殺と事故の両面から捜査したが、2月7日に、オリックスの村山義夫球団本部長は、事件性がなく、 死因や遺書の有無についても、警察から報告がなかったと述べ、球団としてこれ以上調査はしないと発表した。オリックスの岡田秋信監督は、お瀬の死について、昨日までグラウンドで一緒に野球をやっていた。そんなん考えられへんとコメントした。だが、死亡する前日のトレーニング室では、元気がなく会議のバス車内では、頭からタオルをかぶって座席に身を沈めている姿が、 目撃されていた。母校の近代野球部の榎本監督も衝撃的です。大学へ自主取りに来た時は今年はやります。と言っていたのに、あんな痛がりで怖がりな奴がなんでと涙ながらに語った。近代野球部では、小瀬の大学時代の背番号である7について1年間欠番とする措置が取られた。また、小瀬がオリックスで着用していた。 41は2018年4月現在に至るまで欠番となっている。オゼの不法を聞いたダルビッシュ優や斎藤和美など打球団の選手も各々のブログでオゼを忍んだ。シーズン開幕直前の死去に伴い2010年度版の選手名鑑にはオゼのデータが除外された上で発売された。しかしあまりにも急な死であったためオゼが死亡した直後の2月8日発売の 週刊米スール2月25日号増刊2010、プロ野球前選手写真名館には、オゼのデータが記載されており、2010スポニチプロ、野球選手名館のように本文からは削除されたものの、作品には、オゼの名が残っていという事例もあった。オゼの死を受けたオリックスは、外野手が手薄となり、急遽、西部の赤田翔吾をトレードで獲得した。1年目は、 早いカウントでは高打率を記録した反面、2ストライクに追い込まれた時と、対左投手では打率1割台と課題も残したが、2年目は、ファーストストライクの打率は35、359、2ストライク後の打率も、284と安定感を見せた。右投手に強い一方で、左投手を苦手にしており、2009年は、右投手に、325、左投手に、 211、そのため2009年は、左投手キラーの下山真嗣と併用されていた。速コ高打で強権の外野手というプレースタイル、広角に打ち分けるバットコントロールの良さ、一郎が、かつての所属していた球団という共通点の多さもあって、生前から一部では、一郎二世と称されていた。かつて共にプレーした、清原和弘からも、いいバッティングセンスしてる。 一郎の出始めに似てるよねと評されていた。2008年12月6日に行われたオリックスオービー総会に現役選手でただ一人乗り込み、福本豊に技術面での教えをこうたところ、プレーがいいねとの評価を受けた。試合後のヒーローインタビューなどでは乗りの良さが垣間見られ、ユニークな発言を連発していた。アレックス・カブレラが後ろにいたのに気がつかず、 突然もみあげを引っ張られ、つ、と叫んで、チームメイトらに大笑いされるなど、オリックスの選手たちの間ではいじられ、キャラとしてよく登場していた。特に年の近い大引刑事、坂口ともと仲が良く、ファン感謝祭では3人で、周知心のパロディとして、BS 周知心を結成し、踊りを披露していた。また大は東京ヤクルトスワローズに移籍した2015年に、 プロ野球人生で初のリーグ優勝を経験するが、その際のビールかけに、おぜのユニフォームを着て臨んだ。一郎と共に自主トレをした際には、愛すべきキャラ。僕は、ちょっと好きなタイプ。どんな舞台でもできそう。すっとぼけてましたしねと評され、ホゼというニックネームを与えられている。しかし、その反面で真面目で繊細な性格の持ち主であったと、言われている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。